雪焼きです。今日は仙台の ABC マートグランドステージの方でニューバランスの M2000 に RTC の発売があるということで、早速並んでいきたいと思います。足元はエメレオンドレとのコラボの PB550 です。ということで早速並んでいきたいと思います。一応オープンの1時間前の9時過ぎに着いたんですが、誰もいません。まあじっくり待っていきたいと思います。気温が30度以上あるということで、美味しいものを食べに来ました。仙台では有名なうなぎです。いやー、もう本当に美味しそうだ。じゃあ早速食べていきたいと思いますんで、皆さんも気になったらぜひこちらの方に来てみてください。はい、ということで早速購入してきました。スニーカーはこちら M2000 に RDC、サイズが US11 の 29cm でマイサイズです。カラーがシーソルトということで、プロテクションパックということで、ボックスはこんな感じのグレーのボックスになっています。まあ普通のボックスですよね。で、裏側です。それでは早速開けていきましょう。ザザッと。おお、ボックスの内側です。紙の方はこんな感じで、少し濃いめに大きくニューバランスのロゴと、薄く NB のロゴもありますね。はい、ということで肝心の中身がこちらなんですが、いやもう最高すぎる。このデザインめっちゃやばいですよね。ニューバランスでこのデザインかということで、いやもうほんと最高です。で、並びの詳細なんですが、本日 ABC マートグランドステージでは通常販売ということで、最終的に並んだ人数が開店前の時点で8人ぐらいで、10人はいなかったかなというふうに思います。そしてこのモデルのリークの画像が出た時に、ついにギャルソンコラボでここまでデザインが効いたモデルが出たかと思ったんですが、全然ギャルソン関係なかったんですよね。それが自分的に面白いなと思ったんですが、やっぱね、このエアマックス95とかエアフォースワンとかでこういうモデルがギャルソンコラボであったんで、もうそれを彷彿とさせますよね。タグです。靴の中にはこのように紙が丸め込まれて入っていました。はい、ということで早速じっくり見ていきたいんですが、やはり今回のモデル気になってくるのは素材感ですよね。その辺がどうなのかっていうところもね、しっかりじっくり見ていきたいと思います。まずはつま先からです。ググッと。おー、このアウトソールのカラーがすごいですね。このヴィンテージ加工がされています。最近ペンで塗ったりして、わざと際をませるようなのが流行ってるとは思うんですが、そういう感じに近いですよね。このパターンもなかなかハイテク感があっていいですよね。で、このナージーという風に書いてるんですが、一応これエナジーという風に読むらしいですね。ここのかすれ具合もなかなかかっこいいですよね。で、このかかと部分にはこのようにちょっとここがかなり柔らかいゲルっぽい素材になってるんですよね。で、なんだろうな、セルになってるのかな。で、このなんて言うんでしょうね、このヴィンテージ感、廃材を組み合わせたようなモデルっていうことが、この今回のモデルのイメージになってるということで、なかなかここをこういう風に削れるかっていう風に思うんですけど、めっちゃいいですね。で、続いて皆さんが気になるアッパーの方を見ていきたいんですが、こちら一応ね、合成素材になってるということで、スウェードではないんですよね。で、どちらかっていうと、ちょっとフェルトっぽいような素材感になっています。なんで、やはりこの、M2000 にある、その最近出たモデルだと、1万7000円でこの素材感かっていうぐらい、結構上質な素材で高級感もあったじゃないですか。それと比べると、やはり合成素材なんで、その素晴らしい上質なヌバックの感じっていうのはないんで、ちょっとそこら辺はね、ちょっと差別化されてるモデルなんだなっていうふうには思いました。ただこの前衛的なデザインでニューバランスのスニーカーが出るっていうところに価値があると思うんで、もうそこにね、惹かれたという方はぜひね、購入することをお勧めします。で、他の部分もじっくり見ていきたいんですが、こちらのカラーリングの方は全体的にちょっとオフホワイト、セールカラーに近いカラーになってるんですが、このベースに近い部分のこのインレイですね。この部分はホワイトのカラーになっています。かかとの方のここの2002と R という風に、こちらの方がプリントになってるんですが、こちらの方の部分もホワイトのカラーになっています。このかかとのヒール周りの方はこのようにパンチングになっていますね。で、 N ロゴ、この N ロゴなんですが、
ラバーになっていて縁取りが刺繍が施されています。でこちらの方にはプラパーツのアイレットの方もありますね。やはり気になるのはベースの素材ですよね。このベースの素材がホワイトだけ違うんですよね。シーソルトだけ違うということで、この素材感がほんと独特で、まあ、ちょっとカメラだとどうかな、ニュアンス伝わるかな、まあ、素材感としてはなかなか張りのある素材感になっているんですが、この黒とグレーのカラーはどちらもメッシュなんですが、このカラーだけこんなファブリックになってるんですよね。ちょっとキャンバス地とも違いますし、なんかどちらかというとシアサッカーっぽいような感じもしますよね。まあどちらとも違うかなとは思うんですが、この独特の素材感が、このスニーカー独特のめちゃめちゃなんて言うんでしょうね、かっこいいオーラというか、この普通のニューバランスとは違えんだぞっていう、これがほんとたまんないですよね。ここがメッシュじゃないだけでこんなにねオーラが違うのかっていう、もうそれだけでもう個人的にはこの白が一押しかなっていうふうに思ってました。続いて内側です。内側の方はこの外側とは打って変わってこのように赤だったりブルーの差し色がないんで、かなりシンプルでクリーンですよね。いやもう本当にこの素材感たまりませんね。このミッドソールのパターンもなんて言うんでしょうね、ちょっとイカっぽいなとも思うんですが、めっちゃかっこいいですよね。でこのアウトソールの部分だけより黄色の色味が強くなっているんで、いやもう本当にかっこいいわ。この前衛的な切りっぱなしのデザイン、そしてこのベースのシアサッカーのようなこの独特の生地感で、このベースに近いインレイのところのホワイトになってるっていう、この差し色の効き方っていうか、コントラストですね。コントラストの効かせ方と、この刺繍のね、光り輝き具合。いやーもうどれを撮っても本当に最高ですよね。続いてつま先からです。このつま先には N のロゴが見えますね。で、ググって。こちらの方、ちょっとここだけ親指の部分を補強でフェイクレザーが使用されています。この部分もね、ちょっと実用性は、もう絶対抜かれないというね、ニューバランスのこだわりが見えますね。いや素晴らしい。で、こんな具合に、ここには N のロゴがブルーで刺繍になっています。で、このシューレースの質感、コットンシューレース。いや、もう100点満点の素材感ですよね。たまりません。で、シュータンの素材はこのように、このアッパーのベースと同じシアサッカーのような素材になっています。で、こちらのシュータンのこの部分、ちょっと色味の濃いね、この合成素材が使われています。でこちらの方はアッパーと同じセイルカラーの合成素材になっていて、こちらの方はクリアパーツになっています。中側のスポンジが透けて見えますね。ニューバランスランニングというふうになっています。続いてヒールからです。このブルーのアクセントたまりませんね。もういい差し色になっています。で全体的にこの黄ばんだようなカラーリングがヴィンテージ感を醸し出していて、いやーもうこのスニーカー独特のオーラを放ってますね。でクリアパーツになっていますね。でここは結構固めになっています。で中のスポンジが透けて見えるんですかね。ニューバランスのロゴも確認できます。肝感のあるこの合成素材、いやーこの切りっぱなしのレイヤーが本当に最高です。続いてアウトソールなんですが、より黄ばみの強いカラーリングになっていますね。でこのデコボコとしたこのねスパイクのような感じもありますよね。いやもう本当にハイテク感があって素晴らしいと思います。でかかとの方はこのように N デュランスということで、より補強された素材使いになっています。でニューバランスのロゴがあって、真ん中の方はこのようにスタビリティウェブということでプレートがついています。ねじれ防止になってるそうですね。でそしてこのようなパターンになっています。で続いてライニングなんですが、ライニングはこのように非常に機能感の強い素材になっています。もう本当に肌触りがいいんですよね、この素材感で。ちょっと色味もなんかグリーンがかってますよね。続いてシュータン裏なんですが、シュータン裏にはこのようにね内タグが貼り付けてあります。でここの素材感も非常に機能感があって肌触りがいいんですが、このシュータンも切りっぱなしになってるっていうのがね、まあなかなかかっこいい仕様ですよね。たまりません。続いてインソールです。インソールはこのように完全なホワイトのカラーですね。でこのようにニューバランスのロゴがブルーでプリントしてあります。ちょっとメタリックブルーなんですかね。なかなかかっこいいロゴですよね。でこのように全体的にベンチレーションが開いていて、裏側はこんな感じになっています。
そしてこのように、インソールを外した中身になってるんですが、じゃあアジアメイドということでベトナム製にはなってるんですが、かなり丁寧に作ってありますよね。いやーこの辺も本当にニューバランス素晴らしいなというふうに思いました。はい、ということでバーっというふうに見ていったんですが、やはり今回のモデルの総評としては、このギャルソンのようなデザイナーズのようなこの素晴らしいデザインをこの 17,000 円ぐらいで楽しめるということで、もう本当に最高のモデルだなというふうに思います。ただこの最近まで出てたこの 2002R にあったこのあの値段で、あの素材感とクオリティという最高のコストパフォーマンスという部分とはまた違った方向性になってるんで、本当にねすごいこの差別化されてるなっていうふうに思いました。ただ揺るぎない事実として、今までにはなかったこの前衛的なデザインのニューバランスということで、もう本当に最高なモデルになってるんで、今後の新カラーも目が離せませんね。ということで早速履いていきましょう。はい、ということで早速履いてみました。いかがでしょうか。いやもうめちゃめちゃ最高ですね。このオフホワイトセールカラーのトーンが本当にセンスいいですよね。めちゃめちゃ最高にかっこいいわ。うわーもうほんとやばいっすね。でこの赤とブルーのアクセントだったり、このヒールのアクセントパーツ、このクリアパーツから見えるこのイエローのスポンジだったりが、もうなんだろう、すべてにおいてバランスがいいというか、いやもう本当に最高のデザインで、もう履き心地もいいし、いやもう本当に買えてよかったわ。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。いやこの感じもめっちゃかっこいいな。いやー本当にこのセールカラーのカラーリングが秀逸ですね。いやーたまりません。ということでこの辺でサイズ感の話していきたいと思います。そしてサイズ感はやはりラストが D ということもあって、かなり細めのデザインになっています。でアジア製のニューバランスということで、他のニューバランスと比べても比較的若干ではあるんですが、ちっちゃめな感じはするかなというふうに思います。ただこの 2002R なんですが、今まで出てたこのメッシュ素材の2002と比べると結構緩めのフィッティングになると思います。なんでかっていうと、やはりこのベースの素材がちょっとキャンバス地のような感じになってるので、やはりその辺が他のメッシュのモデルと比べると足に吸い付くような、ぴったりとフィットするような感じではないので、結構なんかこの足に対する圧迫感が少ないんで、その辺がね気になっていたという風な方はより履きやすくなるんじゃないかなという風なフィッティングですね。なんでよりカジュアルな印象の履き心地になったなという風に思いました。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。いやーこのブルーのデニムとの相性もめちゃめちゃいいですね。やはりボリュームがあるんで、太めのスニーカー、太めのパンツですね。太めのパンツとの相性もいいな。いやーもう最高ですね。クッショニングも最高ですよね。この間買ったのが BB550 なんで、このかかとの、見てください、この分厚いこのミッドソール、いやーもうほんとね履き心地も最高ですね。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。もはやこのカラーリングなんで合わせられないカラーはないとは思うんですが、いやもう本当にいいわ。履き心地もいいし、いやすげえいいな。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。いやこの501と合わせたこの王道な感じもめちゃめちゃいいな。本当に最高だ。ただやっぱりここまで履いてみて思ったのが、やはりこのアッパーのベースの素材感が違うっていうだけで、ここまで履き心地が違うんだなっていうふうに思いましたね。いやもうなんでその辺のこれ、今まであったこのメッシュの2002と比べるとだいぶ履き心地は違うんで、
その辺だけね、ちょっと注意して購入していただければなというふうに思いますね。まあ注意しようがないとは思いますけど、うん。ただね、その辺の履き心地が違うっていうのもね、なかなか面白いですよね。はい、ということでニューバランス M2002RDC いかがだったでしょうか。このシーソルト本当に最高の一足ですね。履き心地にカラーリングに価格、どれをとってももう何も文句なしの最高の一足だったと思います。そしてこれから出るブラックだったりグレーだったりもう待ち構えてるんですが、自分は今回のこのホワイトだけでいいかなとも思うんですが、やはり今度出る 990V6 だったり650ということで550のハイカットが出る、それが本当に楽しみで楽しみで仕方ないです。いやもう早く出てくれないかなと思うんですけどね、もうじっくり待っていきたいと思います。ということで本日の動画はここまでになります。何かご意見ご感想ご質問等ございましたらコメント欄の方までお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。 Twitter の方もやってますのでぜひぜひフォローの方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。